サイクラクタクラブのコビです。さて、本日はですね、クラン対戦リーグから、テーマとしてはクイヒーにおける弱点の潰し方、ここをね、よく見ていきたいというふうに思います。クイヒーって皆さんよく使う戦術じゃないかなというふうに思うんですけども、多いのはね、壁際を歩かせて、サイドカットのような格好で、使っていったりっていうことが、比較的、よく見受けられると思います。その一方で壁の中にこう入っていってね、どんどん突き進ませる、そういうアクティブなね、アグレッシブなクイヒーっていうのを見かけるんですけども、今回はどちらかというとそのアグレッシブなやつですね。で、どんなことをするとそのアグレッシブなクイヒーの効果が一番出るのかっていうところら辺をよくね、見ていきたいというふうに思います。で、まず見てもらいたいのはこちらですね。チャンドラーさんのアタック、こんなような配置になっているんですけども、チャンドラーさん狙っていくのはですね、ここのイーグル砲ですね。これにアプローチをしていきます。で、どうするかというと、今ね、6時にライダラを出してカットをしながら、あとは3時方向もペピドロでカットしますけど、これはどっちかっていうと、クイヒー用ではないですね。今やられちゃったこの、エリクサー、ダクエリのね、タンクに向けた、ベビドラの方が本当は重要なカットだったと思うんですけども、これはミスですね。で、ミスったもののそこからの挽回がしっかりしますからね。この中に入っていきます。ここですね。ここ。ここに入れていくんですね。そうすると、今矢印書いた、このね、この、イーグル砲に対して、アーチャークイーンがギリギリ3マス離れてるだけなんで、アプローチできるんですね。レイジの上に乗っかって、これは多分、偶然かな。乗っかって、さらに攻撃速度早めながらイーグル砲を壊しますね。怖いのは、もう、防衛軍ぐらいですよね。ここに入ってきちゃうと。この辺の、アチャトとか、クロスボのターゲットっていうのも、多分この辺までしかね、こうね、取られてないんですね。なんで、この辺に今、アチャクイーンがいますけど、こうだったら全然、怖い説から限られることがないんですね。で、そうすることによって、アチャクイーンが、ここを全部こう破壊してくれたおかげで、L 字が出来上がりかけてますね。こういう風に。こんな風な感じの L 字かな。それをガガッとこうね、ユニット回していって全開取っていくと、いうような流れになってますね。で、イーグル砲、ここにありましたけども、アプローチできる場所っていうと、あとは、こっからっていう手があるぐらいなんですよね。ただ、ここのポイントって、ちょっとね、施設が密集しすぎていて、アーチャークイーンにダメージが集中しすぎますよね。こういう場所から入っていくっていうのは、正直得策ではないので、なんでね、シャンドロさん、この壁の中に入れることによって、クイーンを変な方向に反らさずに、かつ、イーグル砲にアプローチできる。で、そうすることによって、こう、綺麗にこうね、L 字を作っていって、そこをニット最後回していくっていう、こういうね、構図を描きました。この弱点をね、壊すっていうのは、一定して弱点って当然、壁の中にありますからね。僕が今言ってる弱点っていうのは、主に、イーグル砲とか、インフェルノタワー、この辺、あとキガテスラぐらいかな、この辺を指してるんですが、これらを壊そうと思うと、必然的に、ユニットを、がね、その後、こう、通りやすいような L 字が、アチャクイの、なんていうか、仕事によって出来上がってる状態になるんですね。これっていうのも、この、相手の弱点を、アチャクで攻めるときの、付加価値というかね、付属的な効果で、非常にその後がやりやすくなる。ので、見つけ次第ね、アチャクイをそこに流し込む技術っていうのは結構難しいものはあるんですけども、やれるんであれば、やってみるっていうのはありですね。クラン対戦リーグの場合結構ね、1回のミスで、取り返しがつかないようなことになりかねないので、なんていうのかな、追い打ちができませんからね、1人1回なんて。結構緊張はするんですが、確実にね、やれると思った時にはそういう手を使ってみるっていうのもありですね。さて、次はこれ、キヨさんのアタックですね。ちょっとね、ここから先は少し、アチャクイパートだけを巻いてみていこうと思うんですけども、目指すべきイーグル砲はここにありますね。で、このイーグル砲に対してアーチャークイーンでアプローチするんですが、結構ね、施設が多いんですよ。防衛がね、今、この、エアスイーパーも、ヒーラーを跳ね返してますよね。で、こういう場合には、突破兵器だったりとか、あとは、一緒にね、バーバリアンキングが出てきてましたけども、キングなんかを使って、アーチャークイーンに過剰なダメージが入らないように、うまくコントロールするって言っても、有効ですね。で、そうすることによって、比較的ね、安全にイーグル砲までアプローチができると。
でここも、ね、ウォールブレイカーではなくて、突破兵器を使って穴を開けていっていますけども、まあ、こういう手も大事ですね。突破兵器を使うことによってアーチャークイーンの延命ができ、まあ、かつ壁に 穴も開けられるんで、まあ、このねアーチャークイーンで相手の弱点をえぐるっていう場合にはウォールバスターにねアイスゴーレムとかペッカとかあとはバルーンとかかなヒーラーが、ホーミングにやられないようにそういうのを入れながらアプローチしていくっていうのは、まあ、よくやる手段ですね。これもよく使うので覚えておくといいんじゃないかなって思います。まあ、このままあとは全開ですね。ちょっとここは飛ばしたいというふうに思います。で、もう一個ね、見ていってほしいのは、これは全開にはいかなかったんですが私がやったようなこういうやつですね。まあこんな配置イーグル砲がここにありますね。まあ必ずねイーグル砲に入ってるわけではないんですけども、まあ、イーグル砲がここにありますよね。で、このイーグル砲狙うためには何がいいかというと実は壁の外から行けるんですね。こっからアプローチができてます。イーグル砲にこうね、でそれを私今回狙っていきます。まあ、こんな風なねことで相手の弱点を潰して L 字を作る方法もありますよって話ですね。まあ、こんな風にだからね L 字が出来上がるわけですね。L 字っていうかあれかな、この場合はこういう風になんていうのかな、この一直線のルートを作って、まあ、そこにドラゴンを流し込んでいくっていう、まあ、パターンだったんですけども、結果的にはまあ失敗するんですけど、まあ、この上のねここの削りに関しては、まあ、結構上手にいってるんで見てもらえたらなという風に思います。こんな感じでポイズンとあとはまあクロークも解放しちゃいましたが、まあ、レイジ等々を使ってねイーグル砲を叩き寄っていくとやっぱりねその後 の重量級ユニットにしても、まあ、小粒なユニットにしてもイーグルがあるとないとして全然生き残り方が違うんですよね。そこら辺っていうのはねやっぱり序盤にイーグル砲をこう、ね、破壊することの大きなメリットですね。結構壁の中までこうえぐれてますよね。壁際をこれは歩かせることによって弱点を潰す、まあ、そんなようなねことができる配置だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ジャンプの呪文が若干無駄そうに見えますがそこはご愛嬌で、ね、お願いいたします。さあ、で次行ってみましょう。もう一個ですね、弱点潰しの動画見てもらいたいと思いますね。こちらですね、今度は前回まで言ってるキリンさんのアタックなんですが、これどこから行くと思いますかね。こっから行くんですね、アーチャークイーンで狙っていくのは何かというとこのインフェノサバーなんですね。こいつを狙っていきます。でアプローチの仕方としてはこっからアプローチができるんですね。こういう壁の外から、これもね実は外からなんですよ。で外からアプローチっていうのも意外とこうねやれないだろうと思ってストレージなんか配置してシングル IT をね守りとしておろそかに壁のね中にちゃんと入れずにおろそかにしてるとこんな風にフリーズ1個で壊されます。で壊された後は L 字ではないんですが、まあ、綺麗なサイドカットがね、こっち側もうできちゃってますので、こういう風にねあとはここからネクボをガーッと流し込んでいくっていうのね、まあ、そんなようなパターンの攻め方になってます。こういう方法もありですよね。やっぱ壁際を歩かせることだけで、まあ、イーグルとかインフェルノとかねそういうのが壊せる場合には積極的にねクイヒ使っていくっていうのは、まあ、大いにありなんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。ちょっとまあこれもここで終わりにして、でまあ、これだけだとねすごいねなんですけども、まあ、そううまくはいかないっていうケースもまあやっぱりありましてね、見ていきたいと思います。ちょっとねこれは惜しかったアタックをこれから2本いくんですけども、エルさんのアタックですね、こちら、アーチャークイーンをですね、予知面かなこの辺に出していくんです。あー持てちゃいましたね。この辺に出していくんですね。でもそうすると気になるのがここの火力ですよね。ここものすごい効果力で、これプラスこっちにも実は陸のクロスボウがあったりなんかして、ここに入った瞬間えらいことになるんですね。火力がちょっと見ていきましょうか。今3施設から収集射撃を受けてたまらずレイジを撃ったんですが、レイジじゃもう追いつかないんでクローク撃ってますよね。でクローク撃っているんですけども、さらに3施設からダメージを食らいながらパーピーが出てきちゃったっていうことで、これでねアーチャークイーンの体力がガリガリ削られてきます。レイジの効果が終わってしまって、ここでさらに3施設からダメージ受け追いレイジをしたんですが、間に合わずですね、レイジじゃ足りないんですね。で
確かにこういう超高火力体っていうのを無理やり食い火で乗り切ると、まあ、実質は呪文のコストは使うもののユニットコストに関してはかなり低コストで済みますよね。なんでなしとは言えない、考え方なんですね、これって。なんですがやっぱりね、こんな感じでやられてしまうと、まあ、そこから先クイーンがねずっと不在の状態になっちゃいますんで、クイーンの最大のリスクですよね。クイーン不在になっちゃうリスク、まあ、それがねモロに出てきて、で今回のねエルゾンアタック、ちゃんとね中央のギガテスラまで破壊上手にいってるんですけども、そこから先残念ながら伸びず 60% ぐらいで終わってしまうというところですね。やっぱりねこの辺のその高火力帯、クイーンが3施設から常時ダメージを食らっちゃうようなところはダメですね。今もやっぱり施設2個でもレイジを必要とするような環境になってきてるので、ちょっとね昔からクラクラやってる方で、まあ、3施設になったらレイジ、1施設だったら OK よっていうのが、まあ、タンホール9、10、絶世紀ぐらいの頃ですね。今の環境だともう3施設からダメージ食らったら結構やばいです。 なので、そういうね、火力が密集している配置には下手に食い火を使いすぎない方が、まあ、いいかもしれない。あとは使うところを絞ってね使っていくっていう方法がいいかもしれませんね。で、最後ですね、見てもらいたいのがこちらでございます。1番1回戦目のですね、これを攻めたアタックですね、ボキボキさん。いやこのアタックもねすごい上手いんですよ。ボキボキさんのアタックって、まあ、これから他のもちょっとね動画これから出していこうと思ってるんですけども、かなりこのリーグでもねいやらしい相手が多い中で、まあ、タウンホール12ばっかなんですね、まあ、愚痴を言うと12ばっかでかなり苦労してるんですけども、そんな中でも前回をねきっちり取ってくれている、まあ、そんなプレイヤーなので、今回のはね、残念ながら前回まで行けませんでしたけども、やっぱり序盤のアプローチとしてはうまいですね。で、ここにジャンプをまず打っていって、狙うのはやっぱりイーグル砲なんですね。真ん中にあるイーグル、こいつを狙っていきます。狙っていくんですが、当然ながらこの IT とこの IT、 これにね、ヒーラーが撃たれていっちゃうんですね、この場所っていうのは。ちょっとそこが難しいところですね。こんな感じの射程距離になってるんで、分かります？ヒーラーが壁の中入った瞬間に結構撃たれるんですね。おそらくポキポキさん、この上のね、ここのところに入っていって、下のこの、なんていうのかな、IT にヒーラーが撃たれない。まあ、かつ、クロスボウもいっぱいありますんでね。まあ、そこを避けたのかもしれないんですけども、ちょっと残念ながら避けきれずね、しっかりど真ん中の壁に入っちゃったと。で、まあ、スケルトラとかに捕まってる間にヒーラーが全部やられてしまって、こっからのドラゴンパートスタートということになるんですけども、まあ、結果的にはイーグルまで折れているんですが、食い引いて、さっきも言ったようにものすごい大量のコストを使う戦術になってくるので、食い引きを途中でロストするっていうことはかなり前回までの道が遠のいちゃうっていうことにつながるんですね。まあ、それもあって残念ながらこのアタック最終的には 90% ぐらいかな、まあ、本当惜しかったんですけど、そこまでで止まってしまいました。まあ、というところですね。本日は食い引きその弱点破壊に関して見ていきました。狙うべきはインフェルノタワーだったりとか、イーグル砲、これらをね、きっちりとこう狙っていくっていうのが不意火を壁の中に歩かせて弱点破壊する場合の、まあ、基本になってくるかというふうに思うんですけども、まあ、今言ったように壁の中だけではないんですね。まあ、中って言っときながらあれですが壁の外から狙える場合もあるので、まあ、そういうね、相手の弱点部分空気で狙えるかなって思った時には思い切ってねやってみるっていうのはありかなと思います。逆に、思い切ってやりすぎて高火力帯に突っ込ませちゃうっていうのはあんま得策ではないですね。食い火の歩かせ方が難しいけども火力が低いなっていう場合、まあ、そういう時にね食い火を壁の中にこううまく歩かせて入れていくっていう手が、まあ、非常に有効です。頑張って入れたけど高火力でしたじゃん、なんか悲しすぎますからねそこはよく気をつけてもらった方がいいかなというふうに思います。さて、本日の動画はそんなところになります。以上ですね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。バイバイ。